よし、やっていきましょう。ハローハローワールドということで、さあ今日で連撮りがずーっとこれね、連撮りなんですよ。だからちょっとテンション下がってきつつあるんですが、なんとか頑張っていこうと思います。で、銀髪の女性ん？つかゲーセンあんのこの街。あーもうなんかほぼ確信得たなこれな。最初にとりあえず言ったけどさ、これゲームの世界じゃないやっぱり何か世界滅亡よ、そういうのはゲームの中にしてほしいわね。つまりこれゲームだよ。うん、分かっちゃったもうみんな、もうこれゲームだよ絶対。この世界絶対そうだよ。お、あ、ミジンコ警官ともう一人、まともな警部さん。しかし仕事がないと暇だな。ここは田舎すぎだ。ゴミ拾いしかやることがない。ゴミ拾いしかやることがないってことは、ゴミ拾いはしろってことか。やっぱりそういうことなのかね。だいたい先輩が情けないからこんな部署に配属されたのではないですか。先輩に向かってなんだその態度は。これだから人間はダメだ。あ、グッピーか。そっか、グッピーね。はいはい、ミジンコじゃなかったな。まさかメメちゃんが太ったのもお前のせいか。最近餌やり当番は任せていたが。何を言ってるんです。だいたいグッピーなんて全部一緒じゃないですか。ふざけるな。これは果たして重要な情報だったか。よし。あ、ぬこぬこぬこ。あ、ということは別になんか記憶とか世界そのものが巻き戻ってるってわけではないと。これが得られただけでもまあまあまあ普通に翌日になったっていうだけだよね多分ね。クロエもああ見えて忙しいみたいだからな。お前に手伝ってもらえて助かってるみたいだぞ。え、私が神だった頃の話をしてほしい。あれは私がまだ子猫だった時。あ、7時間くらいかかるけどいい重要な情報だけかいつまでお願いします。マジかよ。なんか1000ポイントだっけ今日のノルマ。意外と集まるからなんか1000くらい余裕でいけそうだけどね。なんか積極的に人と喋った方がいいかもな。現実世界でもそうだけど人間と喋ろ。それが一番手っ取り早い情報源だ。ハロー、カフェセイレームの新作はもうチェックしました。抹茶ジャンボパフェ、あれ絶対完食できる人いないでしょう。悪いことは言わないで、美味しいものは若いうちに食べておいた方がいいですよ。大人からの忠告です。うっぷ食ったのかお前食ったのか。ちょっと事務所にも寄ろうか。いないね。なんかこの情報収集のパートになると主要人物が全く顔出さなくなるのはなんか意味あんのかね。変わってるね。ガソリン混入か。ジュースを3万店舗より回収。何をどうやったらガソリン入るんだ。 M 食品の会社はトロピカルジュースとして販売している商品のパッケージ内に、ガソリンが混入していることを受け、約3500店舗から商品回収を行うと発表した。需要じゃないっぽいな。イント3でもわかるシリーズ新作発売。バカにされてる本日、名作ら社、イント3でもわかるシリーズの新作、グラーキの目視録が発売されたどんな人にでもわかる魔術入門書の決定版。優しい解説であなたも狂信者になろう。あ、冥王だねこれ多分。冥王だ。はいはい、その方がしっくりくる本書を購読したことによる不都合による一切は責任を負いません。名誉者は本書を購読したことによる不都合による一切の責任は負いません。名誉者は本書を購読したことによる不都合一切の責任を負いませんはいはい、ホワイトフルムーンによる新曲週末ミキサーの MV がミゴミゴ動画にて公開。すごいなんかゴロいいわミゴミゴ動画、みーごみっこ動画。まるで週末のような迫力のある映像が特徴のミュージックビデオ、ドラム担当のイビ・プレアー氏は
全員に感謝するよ、本当にありがとうとコメントしている。はあ、どうでもいい情報をつかまされたわ。あ、なんかもう一個見てないか。あ、見たか。はいはい。まあ、こんな情報でも手に入れておいて損はないと思いたいが、果たして果たして。で、なんか今日ゴミ落ちてなくない？お、戻ってきたね。よいしょ。は？お前それはないだろう。あなたこそ何よ、肉じゃがには牛肉でしょ？豚肉だろ、常識的に考えて。いや、これはね、豚肉だわ。うん、これは豚肉だわ。肉じゃがは豚肉、これは譲れない。申し訳ないけど冷静になれ俺。しかし今食べられないと、もう食べられない気がする。って誰だお前、いつからそこに。別にパンケーキが食べたいと思ってない、全然思ってない。いやでもスマーパンケーキだぞ、食えばいいじゃねえか。悩むぐらいだったら食えよ。あ、りんちゃん、俺の推しめ。奇遇だなことぶきさん。私は見ての通りティータイムだ。ここの抹茶スイーツは絶品だからな。まさかチャレンジメニュー頼んでないよね。引き続き乗車中。かわいい。かわいい。ちょっとなんか俺も頼みたいね。ふわふわパンケーキ、宇治抹茶パンケーキ、スマーパンケーキ、激レアチーズケーキ、いちごのショートケーキ、プリンアラモード、宇治抹茶パフェ、魔女の気まぐれパフェ、プラス150円でコーヒー、紅茶、もしくはブラッドオレンジジュースをお付けします。もう本当に情報だったら何でもいいんだね。こっち側いける？ダメか、さすがにダメだよね。うん、あ、ちょっとユーリカップルの話聞こうぜ。というか君最近慣れ慣れしいぞ、何かあったのか。だって不安なんだもの、大陸が消えて大騒ぎになってるじゃない。あんなのただの噂話だろ、心配するようなことじゃない。でも大丈夫、私たちの愛の前に世界の滅びなんて関係ないわ。やれやれ、いいね、もっとイチャついてくれ。世界滅亡前にな、綺麗なユリを見たいよな。何が地球滅亡だし、学会発表とかやってらなさすぎる。妹も帰ってこれないし、来ないし。はあ、は、妹も帰ってこないってなんか意外と重要な情報だったりする。関係ないか。うん、980ポイントなんであと20ポイントだね。いや本当にこれでいいのか、本当にこれでいいのか。こんな調子でいいの。てか今日綺麗だね、街ね。ゴミ全然落ちてないじゃん。ちょっとなんか腸内美化に関してはすごく敏感になってきつつあるんで。はい、ボランティアでゴミ回収をしております。こっち側はこう来て、あ、こっちじゃない、なんかあの自販機がある通り、あそこまだ見てないんで、こっち側でこっちか、こちら合ってるよね。あれ違う、ちょっと待って、まだごめんなさい、まだ街把握してなかったわ。把握できてる気がしてただけだわ。ここか、あ、しいたけ、あー迷う、どっち行く。多分どっちも20ポイントなんだよね。これどっち行く。みんなどっち行く。いや、いや、しいたけも気になるけど、どうせしいたけの話しかしないからこっち行こう。ふんふんふん。これかい、ラジオ聞いてるのさ、何でも世界の外側の声が聞こえるとか。やだ、聞きたくない。やめとく。よし。まあ、これでいいでしょ。お、いちかちゃんか。コンビニ帰りだけど、ことぶきは今からどっか行くのか。今から黒井さんのところに行こうと思って。うん。お、ついてくるか。多分大丈夫だよ。じゃあ行こうか。
あ、いたいた。ちょ、なんか前回来た時いなかったからね。頼もう。おや、あなたは柏木さん、か、柏木さんではありませんか。私に何か用ですか。カツラギだったごめん、なんでもないわ。うん。でね、一応もう一つ俺の中で仮説ができてんだけど、この黒いはこの世界管理してる人間なんじゃないかとちょっと個人的に思ってんだよね。管理側だったらさ、あの最初にこのトワコちゃんが会った時に名前知ってたのも、今初対面なのにいちかちゃんのことを知ってたのもうなずけるし、そのパソコンでいろいろとなんか監視なんかハッキングがどうのこうの言ってごまかしてたけどさ、この街の各所のなんか様子をちゃんと見てんじゃないの。管理してるというか監視してるというか、まあ、ちょっとそこら辺は分かんないけど、だからちょっとこの世界のことについて知ってると思うんだよね。心外な。まあここは小さな街ですからね、人の名前くらい覚えてしまうものですよ。かわされたね。よし、それでは今日の成果発表といきましょうか。お兄さんの USB メモリを解析してみましたと言っても一部のみですか。うん、そうね、もうちょっと 2,3 日ぐらいかかるかと思ってた。1日でやってくれたね。ジバンニかな。え、あなたのお兄さんの件についてはとある方に協力してもらっているのね。あの猫、菅原さんのお兄さん。私あの兄弟とちょっとした知り合いなんですよ。兄さんよく私に手を貸してくださるので、兄さんはもう元気でいらっしゃるといいのですが、うん、まあ見るからに陽キャだからね、あの子。はい、解析の結果ですが、彼はあなたに手紙を書いていたようだ、ことぶきさん。手紙？邪神と世界の終わりはすぐそこまで来ている。この町から出ていかなければならない時が来た。でも僕は後悔していない。後悔するつもりもない。これは僕が選んだことなのだから。出てきたね、邪神。どういうことなんだろう。僕が選んだことだなんて。お兄ちゃん、やっぱり私のことを置いて。邪神って言ってるよな。完全にオカルトの世界じゃねえか。黒い、なんか心当たりあるか。やめろ、知ってる者同士特有のそのやつも知っていたのかみたいな、そういうのやめろ、そういうノリやめろ、情報の共有をしろ。うん、いいよ、ぶっちゃけて。大陸消滅と関係がある邪神について。はい、邪神についてお話ししましょう。あれは海の底に眠っている忌まわしき存在、人々の夢に干渉するものです。海の底に眠ってる、クトゥルフかな、普通に。うん、だよね、見てるもんね、夢を。おや、そうなのですか。ことぶきさんは邪神の影響を受けたのかもしれない。邪神は冒涜的な神々の中の、一柱。しかし怖いのはそこではありません。邪神を含む神々はどこにでも存在すると言えるのです。そうだね、どこにでも存在するよ。ちょっとね、危ないって分かった時に首を突っ込まなきゃ、まあまあまあ知らぬ存ぜぬでなんとかなるけど、好奇心に身を委ねると身を滅ぼす。それがクトゥルフ神話の世界。邪神の多くは封印されているのです。地上に出てこないよう厳重に。柏木さんも世界滅亡の噂はご存知のはず。ああ、ちょうどこの話したよ。それと邪神とは関係あんのか。今回大陸が観測できなくなったり、海面が突然上昇し始めたのは、復活しかけた邪神の一柱、その影響だと私は考えています。あの邪神は N 大陸の付近、具体的には南緯47度、9部、正経126度、43度。ルルイエじゃん、それ。クトゥルフやん。完全に確定したね、これクトゥルフが出てくるぞ。なんかクトゥルフ神話をモチーフにしたゲームでクトゥルフが出てくるって珍しくない？なんかもう当たり前のことのようにさ、なんか受け入れてるというか。
なんか常識的なことになってるけどさ、クトゥルフ神話って名前なのにクトゥルフがなかなか出てこないってよくよく考えたらなんか変だよね。なんかモンスターハンターでいうところのリオレースが出てこないようなもんだからね。まあ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 いいんじゃない、なんか看板が出てくるってことはそれなりに盛り上がりますけどルルイエが浮上してきてんのか。あれは人間の夢に介入し、そこから現実を、後輩に導くのです。そんなことが。 N 大陸はおそらく邪神の目覚めによって、海の底へ引きずり込まれてしまったのではないかと。じゃあそれが正しいと仮定して、なんで邪神の封印が解かれたんだなんか精神が揃った時に浮上するみたいな話じゃなかったっけ。あ、そうだよね。精神が一定の位置に並んだことで目を覚ますなどということもあります。うん、ちょっとごめん、あの連取りの弊害が出始めてるはい、もうちょっと頑張るわ。まさに神様の気まぐれだな。そして何より恐ろしいのは、邪神が人の形を取るということですね。お、彼らは時に人間のよりしろ、人間をよりしろにします。自らを復活するため波長の合う人間を操るのです。邪神が自身の人の形を取り人々を惑わすなんてこともあります。うん。もしかして兄貴、私たちは小さな存在です。神様に対抗できるような方法は考えられていません、うん、な、向こうが人間だとしたら我々人類はアリンコとかミジンコみたいな存在だからね。微生物レベルでアリニス、アリですらないかもしれない。本当に微生物。そういうお前こそ何者なんだ、何なんだそのアリ紙、取れよ。ラーメンとか食うとき絶対邪魔だろいやラーメンに限らず邪魔でしょ。それはよく思います。たまに顔が豚骨スープの匂いになる。いや味噌だね。誰も味噌派がいない、味噌派がいない。ま、私はあんまり信じてねえけどな。オカルトなんて話半分に聞くのが一番だ。うん、確かに深入りしない方が。うまい信じすぎないのが一番いいのかもな。うん、いってらっしゃい。お邪魔しまーなんだかんだで受け入れはするのね。あ、食べる食べる。なんか俺もさ、ちょっとさ、せっかくさ、ちょっと氷結飲んでるし、スルメなかったっけ、ちょっと見てきていい、ごめんね。なんかポテチがあるけど、ちょっとこれあれだな、あのこれはまだ食べない、ちょっとダメだ、スルメなかった、この間食っちゃったわ。はいはい、ごめんなさい。顔が死んでるぞ。あ、そういえばことぶきさん、例のものは手元に届いたかな。うん、あ、そういえば遊園地が繁盛してんだってさ。遊園地、これは憶測だけどみんな不安なのかも。今世界中でちょっとした騒ぎが起きてるし、あ、世界が滅亡する前に思いっきり楽しもうみたいなそんな感じ、そんなノリ。どうなるのか心配だから楽しく過ごしたいんだろうね、みんな。どちらかというとなんか現実逃避に近いのかな。これも流していいもんなのかね、思い出せないやって思い出せないやじゃねえんだよ。そのサーバルちゃんだけだからね、サーバルちゃんしか許されないよ。うーん、わからないやみたいな、そんなノリで喋っていいのはサーバルちゃんだけだから。家族、嫁さんがいたんだってさ昔。あ、そうなんだ。
あ、本当だ、よく見るとつけてるね、左、あの左手の薬指に。身近な人は大切にした方がいい、いつが最後になるかわからないんだから。響くね、これはこれはなかなか、このゲームからのなんかメッセージ性がかなり強い。私さ、わからないんだよな、家族ってそんなに大事なのか。父さんは毎日酒ばっかりだしさ、母さんもとっくにか、父さんのこと諦めてんだ。いつか必ず離れるんだから、今気にしなくてもいいんじゃないかな。ブラコンだよね、完全に人間その方がいいさ、絶望するよりかは希望を捨てない方がよっぽどいい。希望を持つのもなかなか辛いけどな。まあね、後悔しないよう動くべきだ。それでも後悔することはあるけどね、歩みを止める理由にはならない。なかなかいい話になってきてるさあ落ち着いたところで、僕特製のコーヒーでも飲んでいったらどうかな。うん、マックスコーヒーを飲んでるとでも思えば、まあまあまあいけんじゃない相変わらずひって味だ。どんだけ甘いもの好きなんだよ、ならみ。もう直に食えよ、砂糖。砂糖入りのコーヒーじゃなくてコーヒー入りの砂糖じゃねえかそれあれだ、俺が最近あの一人暮らししてる友人に放った一言に似てる。お前の家にゴキブリがいんじゃなくて、ゴキブリの家にお前が住んでんだろみたいなことをね、言ったんですけど、すごく傷ついてました。年頃の女子がスルメ好きで何が悪い？うん。いや、俺はすごく共感できる、スルメ大好きだから。っていうか、そのつまみ系大好きなんで、イカとかの。趣味は人によって違うもんね、成美さんも、桂木さんも。そう、みんな違ってみんないい。金子みすずもそう言ってる。君たちもなんだか姉妹みたいな雰囲気だね。髪の色は全然違うけど、うん、それはね、なんか最初会った時からちょっと思ってた。あの子もしかりね、あのりんちゃんもなんか長女、次女、三女みたいな、三姉妹みたいな感じだよね私は染めてんだよ、たわけ。これは地毛じゃないよ。思ってたけど言わなかったこと、内心では思ってたんださて、そろそろ今日の仕事も終わりだな。外が明るいから長居したくなる気持ちもわかるけどね。ね、全然世界滅ぶ雰囲気ないんだけど、いつ来るんだよクトゥルフは。よてて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 てっていうのはいつ来るんだよなあなあ。5日目、はい。さて今日のノルマは1300。意外と集まっちゃうんだよね、簡単にね、1300ぐらいだったらっていう。はい、よいしょ。ごめんなさい、一旦休憩挟んでいい？ふぅ、ちょっとね、連撮りするときはこまめに休憩取んないとな。はい、じゃあ情報収集やっていきましょうかね。はい、今日も来てくれたんだ。あ、伊達巻強人ごっこしてたんだけど逃げられちゃったいい感じに狂ってるね、本当に。強人になってしまってるのかもしれない。でね、私の推しが、でも最新刊で死ぬんですよね、こいつ。うわー、これはひどい、これはひどいいやー、ちょ、漫画のそういう誰々が死ぬっていうネタバレ本当に。いや、俺もさ、鬼滅で一回ね、ついこの間の話なんだけど、いや、俺ね、鬼滅はアニメで見てる派で、あの原作未読勢なんだけど、完結したじゃん、鬼滅の刃で。それでね、なんかあの完結記念で誰かがファンアートを描いたみたいで、でそれをフォロワーさんがそのイラストをいいねしたみたいで、それがあのツイッターの定例に流れてきたんだよね。なんかさ、ツイッターであの誰々さんがいいねしましたみたいなさ、そのリツイートとはまた別にさ、いいねしたツイートがさ、たまに流れてくるじゃん。それ経由でね、俺ネタバレ食らったんだよねあれ、ほんとやめてほしくない？ツイッターのあの機能、誰が得すんの？
みんなこっそりさあ、いいのあるね、いいねしようっていう感じでいいねしてね、それをさなんかね、なんか無自覚というか勝手になんか第三者にさ晒されてんのってちょっと良くないと思うんだけど、まあ、もちろんその人のツイッターのさあのアカウントのところから見ていいねとか全部見れるんだけどさ、それをわざわざさなんか TL に流す必要性はあるかって言われると俺は絶対ないと思うんだよね。みんな気をつけてね、そういう作品の、だから SNS やってるなんかそういう自己防衛って結構難しいと思うけどさ、もう一気に萎えるから。私のお店で新メニューを出すのですが、そのネーミングに困っているのです。カレーライスにするかライスカレーにするか決められないのです。カレーライスっていいだろどこが悩みどころなのか、逆にそれに悩むわ。そして20ポイントゲット。相変わらずよくわからない。なんかこの工事現場のところも後になんか行けるようになったりするのかね。さあ今日の警察の会話を聞きましょうお前世界は滅亡すると思うか。人間たちが証拠でもなく騒いでるだろう。珍しいですね、先輩が人間の話をするなんて。お前に聞いたのが間違いだった。どうでもいいんじゃないですか、世界なんて。きっと別の世界の私たちがうまくやってくれてますよはもうなんかネタバレしてないネタバレしてないこいつら。私もそれなりにうまくやってきたつもりだがな。そうですか。おー怖い怖い。人外同士の会話が繰り広げられてる。そういうわけで昨日は大変だったんだ。俺が娘のプリンを食べちまったばかりに。あいつはそういう年ですからね。特に男の人に厳しくなるお年頃ですよ。はっ、あいつもそろそろ彼氏とか作る年か。お父さんは寂しいぞ。こう煩悩ですね。俺のお身がにかなう男じゃないと許さんからな。ボコボコにされそうコンタクトだけどな。ガッハッハ。ほんとこんな会話で20ポイント手に入ることが不思議でならないわ。あれ今日猫いないね。喋る猫。もはやなんか喋ることに何の違和感も抱かなくなってきたけど。ぬこ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 がいない。いやまた会ったね。情報集めは順調かな。君の望むような結末になるといいね。そう、ここは舞台。全ては役者の行動次第なのだから。君の幸運を祈る。うん、なんか作られた世界ってことをなんかだんだんと隠さなくなってきたなあ、いるじゃん。イチか。まあ、俺はどちらかというとリン派なんですけど。オス元気してる。ようこどぶき、相変わらず新規臭い面してんな。お前もなまたどっか行くのか。気をつけて行ってこいよ。財布を忘れんなよ。誰がお父さんだ。誰が。せめてお姉さんでいいだろそこは。こんなんでも20ポイント手に入ると。さて今日の情報。ミゴマートの新作メロンパンが美味しい。はい、こんにちは、ふわメロです。21日金曜、新発売されたミゴマートの新作スイーツ脳みそメロンパンが美味しいと話題です。ということで僕も買ってみました。見た目は非常にあれですが、生地がサクサクで美味しい。美味しすぎて脳みそがどうにかなりそうです大陸消滅、操作は依然難航中か。いや、大陸が消えるって何？電波の乱れとかじゃないの？地の底に沈んだかのように何もなくなっているらしい。日本沈没って本当ですか？世も末だな、文字通り。確かに確かに。お前らのそのくだらない会話もそうだし、現実もまたそうだし。アニメプラズマヒビア放送開始。はい、アニメプラズマヒビアがこの夏放送開始。ニタニタ生放送で、何、ミゴミゴ動画とニタニタ動画ってあんの？ちょっとなんか合併しろよ、紛らわしい統合しろ。筋肉おじさんが世界を救う。俺は何も諦めねえ。これで10ポイントか。まあこのゲームが本当にゲームの世界っていう設定なのであれば、イベントをこなしてるっていう、そんな状態なんだろうね。情報集めしてますよっていう、そういうイベントなんだと。はい、1180ポイント、まだいけるね
今日あれかな、いないのかな、カフェにりんちゃん。あ、いないね。あれ、カップルのもう一人は、ちょっとカップルの会話も聞きに来たのにいないじゃん。今日は困ったメイドがいなくて落ち着くな。あいつどこにいても迎えに来るし、なぜか帰ったらご飯ができてるし幸せ者だなお前は。いつの間にか部屋が綺麗になってるし、体調悪い時とかわざわざ看病しに来るし、ただののろけじゃん。本当に困ったやつだ。のろけー、でもそれもっと聞きたい。ゆり豚大歓喜。どうしたの、急に話したいって。今までも口も聞いてくれなかったのに。もしかしたら最後になるかもしれないし、今日ぐらいはいいかなと思って。最後になるって世界滅亡がどうこうって話、縁起でもないこと言わないでよ。寂しかったんだから。え、何ここは、あれなの、レズカップルしか来れない、そんな女性限定のカフェだったりする。まさかのそんな。なるほど、それでお前入れないのか、分かったぞ理由が。あれだから俺は調査してるだけだ。うん、分かるよ、あの空気の中に入りたくはないよな。分かる分かる、壁になりたいよね、あの空気をぶち壊しにしたくない。そう、お前の気持ちはすごくよく分かった。あれ、いないね、りんちゃんいないね、戻ってきちゃった。まあまあまあ、とりあえずあそこの通りも行こうか。こっちこっちこっちの、あー待って、ミゴマートも気になるな。1220ポイント結構溜まっちゃってんな。じゃ先にあっち行こう。え、誰、青い髪の女性。しかし怪奇現象か、大陸が観測できなるなくなるできなくなるか。いい、やばいな、モチベーションやばい。次の小説のネタはこれで決まりだな。事実は小説よりきなり、まさに今それが現実で起こってる。相変わらずいないと。どういう風に着地するんだろうね、このゲームは。あ、この物語はって言った方がいいのかな。ちょっとなんか想像できないよね。本当になんか何もできずにクトゥルフにやられて滅亡するのか。いや本当に滅亡エンドなのかな、どうなんだろうね。全然イメージ湧かないわ。どういう風に終わるんだろう。じゃあまあなんかとりあえずこのまま貯めちゃうか。いや少女よ、私今日は用事があるので N 大陸について考えるのはお休みだ。このカフェで今私の妹たちが感動の最後。あ、妹なんだ。男どもは中に入らないと、なんかそういう暗黙のルールできてそう。わかるわ、聞き耳立てようぜ、聞き耳。ちょっとこのカフェはあれだな、女性同士のイチャイチャを楽しむ憩いの場として、ちょっと未来永劫ちょっとここを守り抜いていこう。たとえこの世界が滅ぼうとここだけは守らなきゃいけない。そう俺の中の何かがそう告げてる。なんか意外と1260、あと40ポイントか。こういう家とか入れないしね。あと行ってないとこある？割と調べたよね今回。割と調べたよね。なんか調べられるもんなくなってきた。あ、なんか本当に調べられるもんなくなってきたな。家の中行ってみる？何も変化してないと思うんだけど。あ、ん？え、今の何？何に対するびっくりマーク？あ、テレビか。世界ももうじき終わりですが、皆さんはどう過ごされますか？私は自己主張が強いな。そしてその先を言ってくれ。え、なぜか電源がつかない。なんかホラー成分あんまないと思ってたけど、意外とホラー成分ある。よし、なんかもうなんもないっぽいね。ミゴマート行こっか。ミゴマート行こうぜ。多分ミゴマートで全部揃うと思うんで。はい、
これでいいでしょ。ホテルも特になんもないもんね。よし、見ろみんな、ちょっと街の構造から理解し始めた。派手な服の男性、今日は暑いですね。まだ初夏だっていうのに夏が続いてる感じがします。うん、夏が続いてる夏が続いてる。もしかしたらこの街はずっと夏なのかもしれませんね。アイスでも買ってこようかな。あ、でもこのコンビニ名城しがたアイスしかないんでした。まあ食べますけど。脳みそ味なのかな。あ、今日客いないね。よっしゃっせー、世界はまだ滅亡してもらっちゃ困るわ。俺はまだやることがまだまだあるんや。ステーキの食べ放題もまだ行ってないし、ビルとビルの間華麗に飛び越えるやつもまだやってへん。あと風船で空飛ぶのもやってみたいな。それとプリンでトランポリンしたい。意外と可愛いなお前これ持っといた方がいいのなあ。あ、スルメチップス、ちょっとあの土産品として持ってく。地方情報誌、これさあ、何を買えばいいのなんか買っておくべきなのか。果たして今さいくらあんだっけ。1700円。なんか買っとく。個人的にあのリンちゃんの好感度上げたいんで、リンちゃんが好きそうなものを買いたいんだけど、多分さあれだよね、スルメチップスはあのいちかが喜びそうだけどあとなんだろう、コーヒー豆セット、これはあれかな、あいつなるみが喜ぶのかな。いやでも大人の味を楽しめる甘党だからな、ちょっとわかんない。この辺はノータッチでいくか。なあ、わかんないよ な何を買うべきなのか。でもわざわざ500円手に入るっていうイベントがあるくらいだから、買っておくべきっていうことなのはまあわかってんだけど、っていううんって感じ。あと10ポイントだね。なんか調べてないのあったっけ。あと10ポイント分なんかない。意外と調べ尽くしてんね。意外となんか調べてないもん。あ、父さんまたボイスエフェクトオフになってますよ。わし決めた、これからはバミーク GC アザあオーチューバー、オーチューバー路線で行くわ。なんだっけ、おじさんが VTuber になることを言うんだっけ。ちょっとなんかごめん、たびたび聞くんだけど未だに意味がよく分かってないさてさて、気になるとこでありますが、このパートは一旦ここで切ります。はい。